桂文吾は落語の名跡。当代は六代目。結密柏は桂文江一門の縄文である。四代目桂文吾は本名鈴江康二郎。去年五十一。出林は本町のと。二代目正福邸福縁の説によれば元は酒屋のデッチだったという。1883年に立川八百蔵の門下で立川八百ことぶき。 1884年頃に、カツラ・ニシの門下で、ニシ1885年頃に三代目の門下で三代目、カツラ・コブ1886年頃に三代目・林明シの門下で木松。1887年頃に三ツル。1888年頃に、再度ド・文ブ1894年頃に三代目、カツラ・トの門下で、 桂藤江1899年頃に、藤茂栄を経て、1902年頃、四代目、文豪襲名。主に、京都の寄席で新ちとして活躍。鹿鍋、おぶんさん、ごけごろし、市助手などを得意とし、晩年は、ラクダが売り物だった。俗受けはしなかったが、話は、絶品で、真の名人であったという。東京の三代目。 柳谷子さんも四代目、文語の崇拝者で、1910年には、東京人形町整広に招いて、睨み返し、ラクダを交互で演じたり、ラクダを苦伝されている。子さんが、宝泉寺の金沢席に招かれた時、話が終わって、子さん目当ての客が多く帰ってしまっても、次の出演の文語は、5分ほどでヤシを演奏させた、あと、大前として講座に上がり、 今、お立ちになったお客は、東京から来られた子さんを聞きに来られました。残りの方々は、文語のをもう一つ聞いてやろうとのおぼしめし、ありがたいことで、しかし、前が寂しいのでどうぞお詰めください。当然工場を振って、客を前に集めてじっくりと話を演じ、子さんを感心させた。若い時から、大酒飲みだったが、酒で酔わず酢に唐辛子を入れて飲んだり、 つまみ以外の食事はほとんど取らなかったため、ついには塩ゆで炎像を文語豆と呼ぶようになったりと、酒にまつわる様々な話が伝わっている。またゴツゴツした、こわばった顔が仁王像に似ていた。それ目当てに寄せに来る客もいた。晩年はアルコール依存症となり、京都、小福亭で下下本堂の講演途中に発狂したという。なお、 この発狂説は今では半ば事実とみなされており、よく引用されるが、もともとは雑誌、髪型はなしに中浜静保が書いたエッセイが根拠になっているが、一方ではこの話を伝える当時の新聞には変わり者の文語だから、それくらいのことはやりかねないという趣旨の記述もあり、本当にある夜の講座で突然発狂したのかどうか断言はできない。確かなのはこの前後が、 最後の講座となり、主読のために講座を務められなくなった、ということである。後には、えそのため、足首を切断し、京都市中京区六角裏寺町下がるにあった、西年寺境内で詫び住まいをしていた。死去の際、家には、酒だるの他は何もなかったという、まさに、クダの話を知っていくような最後であった。葬儀委員長は二代目、林丸が務めたが、 金銭が全くなかったため、土俵の代わりに、出林の、ノットを木魚で叩いたり、香伝返しとして、追善落語会の切符を配るなどして、なんとか、無事に果たしたという。法名、二王、ひ志勝か山文五子寺。墓は、京都市西区五両大枝山町の再年寺にあり、寺の遺転と共に移されたものである。この墓は反対派と元の岡田正太郎と、初代、 桂雑魚場によって混流されたものである。2014年9月17日には、没後百回期を迎え、奉納落語会が、再念時で行われ、6代目、桂子文吾らが出演した。5代目、桂文吾は、本名、藤村彦次郎。二代目、桂文ラを治む門下の、桂団タスクの実施で、信頼の美獣大優はおじ。兵庫の生まれ、子役からの話し家で、 はじめ初代、小福亭福松の門下で、小福亭小福松。次に1904年10月に三代目、桂文江の門下で三代目桂昭文と改名。この頃は、芝居話、手踊りなどを講座にかけていた。後に上京し、芝にあった、めぐみちじゅうという寄せの養子となり、一時、桂昭文枝を許可なく襲名。1938年12月に、 経過緑と改名。日本芸術協会に所属して活動した。寄せの経営に失敗し、戦後は規範。1948年頃に二代目、桂文画を襲名。あと、さらに京都へ京移し、1950年頃に五代目、文語を名乗る。ただし、いずれの場合も、襲名披露のようなことはしていない。四代目文語ゆかりの再年時で、文語の会を、 昭和30年代末まで続けていたが、人気は全くなく、客は二人きり、出演者と下座の三味線を入れると、演者側の方が多いということがあったほどのありさまだった。生活は貧しく、寂しい晩年であった。情報落語協会が結成された時点では、文化なり、文語なりという大きな名前を名乗る現役だったのだから、当然参加していて良いはずだが、参加していない。 昭和40年代中ば頃に死去。得意ネタは、ケサジャや、花のと、月の馬などがあった。また、事情はわからないが、中国のことに詳しく、戦前の中国の芝居を取り入れた、品芝居という新作話を作り、これは、当代、桂文画の襲名に合わせて出版された、桂文画に収録されていて、今でも読むことができる。他にも、 届いつぼう戦火の新作があった。弟子には六代目、桂文吾、孫弟子には桂我空がいる。五歳は二代目、正福帝福松の娘だったと言い,い、五代目、文吾の次に三代目福松を襲名する予定があった。しかし、文が、文吾、福松と大名跡を次々と襲名する裏には、集金目的の工業を打つ意図があったとされる。 これを生き通った二代目分の家家宿が、恒例にもかかわらず三代目福松を先に襲名し、大切な師匠の名跡を守ったのだという。六代目、桂文吾は、本名、寺田茂行京都府京都市出身。子供の時に、ラジオから流れてくる落語に興味を持ち、落語の創作も行っていた。十二歳の時、 二代目分の家家宿に入門するが、父の反対により挫折。十四歳の時、五代目、桂文吾に再入門。六代目、桂子古文吾を名乗り、少年落語家として、宝塚落語会、三越落語会、京都の小屋などの講座に上がっていたが、1956年、21歳の時、宝塚神芸座に役者として参加。1965年に、 鳥取県米子市にある海家温泉ヘルスランドに就職し、定年まで勤務。定年後、1995年より三代目、桂米長の励ましを受けて、再び落語家に正式に復帰した。戦後間もなくの京都落語会で修行を積んだこともあり、現在の髪型ではあまり講座にかからない貴重なネタを多く引き継いでいる。現在は、地元のテレビ局への出演。 落語会の開催、米子市児童文化センターにて、子供向け落語教室の開講、NPO 法人ひまわりクラブの理事など、様々な活動をしている。2009年9月29日、枝三郎百石幻の話か、古文語を迎えてにおいて、天馬天神繁盛亭に、初めて登場、二日酔いを披露し、若々しい講座姿を見せた。2021年9月より、 芸歴70周年を機に、師匠の名跡である、桂文豪襲名。2021年8月に三代目、昭福亭二角が死去してからは、情報落語開催年長となっている。主な創作落語に、地元の昔話を取り入れた、日の川のかっぱ取りなどがある。入門の経緯などは、滝口正人の著書、話屋根門に詳しく書かれている。ありがとうございます。